はい、どうも、ルシアでございます。本日はですね、私これから飲み会に遊びに行くということでですね、メイクをしていきたいと思います。メイクはね、いつも通り、メイクをしていきたいと思います。で、今4時7分なんですけど、4時半までには、メイクが終わるように、頑張っていきたいと思います。はい。よく、YouTuber さんがやってる、10分メイクとか、時短メイクとか、急ぎでやるメイクというわけではないんですけども、まあ、普通に、普通にやっていきたいと思います。もう本当に今、下地も何もやってない状態、カラコンだけ入れてます。シミが気になるので、クリームを塗っていきたいと思います。クリームがランテルホワイト HQ クリームっていうやつですね。これこちらになります。なんか2000円か3000円くらいで安く購入しました。はい。安くはないのかな2000、3000って。普通の値段で購入しました。これでシミが薄くなるかどうか今実験中って感じですね。はい。まだ塗り始めて1ヶ月半ぐらいなんで、ちょっとまだ効果はわかんないらしくて、3ヶ月ぐらいやんないと効果わかんないらしいです。はい。で、次、下地代わりに日焼け止め塗っていきます。よいしょっと。これ日焼け止めとさっきの美白クリームがなんか混ざってなんか伸びちゃわないかなとかちょっと心配になりつつ塗ってます。なんかものすごく暑くなってきたから日焼け止めはマストで塗った方がいいかなと思いますね。と言っても私、出かけるの夕方なんで、あんまり UV 意識しなくてもいいのかもしれないんですけど、今下地がどっちみち日焼け止めだけだから、これしか持ってないから、どっちみち塗りますね。うん、で、次、コンシーラーでシミを隠します。まあ、コンシーラーってこれなんだろう？これも、ベースなんですけど、インテグレートミネラルベース化粧下地ですね。これを、コンシーラー代わりにちょっと使ってます。いやー、韓国行ってね、シミ早く取りたいなーって。思ってるんですけど、その韓国にもし行ったところ、どの店に、どの病院行けばいいのかもわかんないし、韓国行って、シミとかほくろとか全部取りたいけど、どれぐらい先になるのかわかんないから、とりあえず今は、応急処置として、美白クリームを塗ってる感じですね。次にファンデ塗っていきたいと思います。このインテグレート。私はファンデーション塗らないと本当に顔色が悪くなっちゃうんで、
ファンデ必須ですね、こういう時は。もう普段なんかちょっと出かけるだけみたいな時は全然ファンデ塗らないですけどね、めんどくさいっていうか本当化粧とかめんどくさがり嫌だから、本当にほとんどすっぴんで出かけちゃいますね、あとなんかマスクとかするからマスクでごまかすみたいな感じ。今日飲み会なんですけど、なんかその飲み会になんか私友達を誘ったんですよ。何人か友達誘ったんですけど断られちゃって、なんか2人はなんか仕事を理由に断ってきたんです。でただ3人目に誘ったその子は結婚してるから、っていうのを理由に断られまして3人とも全既婚者だったんですよ。全既婚者で、でも、3人目の子だけ結婚を理由に断られまして、なんか別に合コンとかじゃないんですよ。合コンとかじゃないんですけど、やっぱ知らない人がいる飲み会にはやっぱその多分行けないってことだと思うんですよね。誤解を招くから、旦那さんに誤解されるから行けないみたいな感じで、ショックだったんですけどなんか空いてるけどその日予定は空いてるけど行けない、誤解を招くからみたいな感じで言われて、えと思って、でまず合コンじゃないのにと思ってでもまあ確かに知らない人は来るんですよね。その子にとって知らない人は来るから、つかほとんど知らない人だから、まあなんていうか合コンじゃないけど、まあ新しい出会いみたいな感じにはなっちゃうかなと思うんですよ。ファンデ塗り終わったんでパウダーを塗ります。どう思いますどう思いますって言ってもあれなんですけど、自分も将来もし結婚したらそうなるのかなとか、結構謎なんですけど何か私だったらでも多分そういうなんとなくそういうの飲み会行かないでっていう人と結婚しないような気がするんですよね。なんとなくね、なんとなくなんですけど、ほんとなんとなくそう思うんですよ。まあ単純になんか乗り気じゃなくて行きたくないからとか、行きたくないから結婚を理由にしたっていう可能性もありますけど、でもなんか2人では会いたいってすごい言ってくれて、まあ結局2人で会うことになったんですけど、まあ世の中ってそういうものなのそういうものなの、私すごい分かんなくて、なんか1人聞いてみたんですよ。そしたら、あ、そういうもんだよってそういうもんだよって言われました。でも私はいまいち納得できないっていうか、そんなこと言ったら世界めちゃくちゃ狭まるじゃん、結婚した後に結婚した後に世界めちゃくちゃ狭まるよなーっていう、でもまあなんていうのかな、
仕方がないんですかね。なんか子供が生まれて子供が手離れないっていうか世話が大変だから、それで、なんて言うんですか、飲みに行けないっていうのなら私そっちの方が理解できるんですよ。それは理解しなきゃいけないっていうか、まあしょうがないじゃん、子供が理由っていうのは。でも旦那が理由って何みたいな。旦那どんだけ厳しいんだよって、まあ私は思っちゃいましたね。でも、なんていうのかな。それが普通だっていう人もいるし、だから、価値観の問題ですよね、やっぱ。価値観の問題だなって。しかもなんかこの年でさ、合コンとかないじゃないですか。私もうアラフォーなんですよ。もう来年、来年じゃない、今年もう40だから、もうなんか合コンとかないの。ない。飲み会自体、もうすっごい減った。てかコロナも関係あると思うんだけど、飲み会自体めっちゃ減ったから、ほぼなくて、だからそんな時に合コンなんてないわけですよ。ないわけ。だからみんな結婚してるし、私の友達みんな結婚してるから、合コンとかないんで、合コン疑われたっていうこともちょっと私にとってはちょっと心外というか、合コンないよ、みたいな。ねえ。まあいろいろありますわ。ねえ。まあそんないろいろでもないか。そんないろいろでもないけど、シャドウ塗っていきたいと思います。シャドウはいつも、ケイトさんのこれを使ってます。ねえ。うち筆さ、使ってないんですけど、シャドウだけはなんか、筆を使うようにしてます。本当はチークとかも、筆使いたいんですけど、筆をなんか探す手間を、省いちゃってて。どっかにあるんですね、筆。なんか、筆一式なんか、どっかにあるんですけど、探すのが、だるくてサボっちゃってまして、このアイシャドウだけを筆で、塗っております。ダメダメですね、私本当に。ほんとダメダメなんですよ。なんかもっと美容を極めた人になりたい、私。もっと美容を極めた、なんかインフルエンサーみたいな感じになりたいんですけど。なかなか慣れてないっていう感じですね。はい。で、まあ、いつも同じ感じでやってます。明るい色を真ん中に後で乗せて。で、さらに明るい色を目の下に乗せてますね。涙袋メイクってあるじゃないですか。なんか、涙袋の下になんか、シャドウを引いたりとか。ああいうの私やってみたいんですけど。やったことないですね。いつも。一応涙袋強調するために塗るんだけど、塗るだけですね。シャドウでちょっと目がパチッとしましたね。アイライナー塗っていきます。アイライナーね、これもう本当にね、超やばいの。もうこんななんかね、もう、ボッサボサになっちゃってるんだけど、なんとかこれを駆使して、使っていこうと思います。もうね、これ、しかもなんかドバって出たりするんですよ。だからね、ドバって出たりするから、めちゃくちゃ慎重に塗っていきます。あ、目ん中に描いちゃった。
もう筆のペン先がないからさ、ペン先がないからすげえやりづらいのこれ。まず中に敷いて、引いて、それから外側を引いていきます。シャドウ薄かったかな。あんまりでも私は全てが濃いとなぜかオカマっぽくなるので濃すぎないように気をつけてますね。引いてもいいんだけどな。でも私目がちっちゃいからもともとあんまり盛りすぎもどうなのかなという気もしますね。はい。で、今日はつけまつげにしようと思いますので、つけまつげを、はい、切っていきたいと思います。あ、もう4時25分だ、やばい。30分までに私化粧を終わらせてきたんですけど、終わりますでしょうか。でももうだいぶ終わってるな。だいぶ終わってはきてる。隙間ちょっと長すぎるんで、私にはちょっとカットします。やっぱりその既婚者の友達とはどんどん疎遠になっちゃって、独身の私はすごくとても寂しい思いをしておりますね。やっぱりね、いろいろそういう飲み会には行けないとか、子供が手離れないとか、いろんな理由でダメになりますよね。まあ、いろんな理由っていうか、その2つかな。だから友達に子供が生まれるとすごいお祝い事なのに、なんかやっぱ寂しい自分がいて、ああまた遊べなくなるんだなみたいな、せっかくもうすぐ遊べるようになるかなと思ったのに、また生まれちゃったみたいな生まれちゃったっていうと、あのすごい良くないんだけど、祝い事だからね、やっぱり。私まあ自分もいつどうなるか分かんないっていうのもありますしね、まあお互い様なのかなそれはと思うんだけど、でも私は一向に結婚出産の予定ができないのでどうにかなんないかなーと本当に思ってるんですけど、自分にね、その予定があればね、自分も忙しかったりとかすれば、あれなんですけど。でも私はその子供を理由に飲み会に行かないっていうことは将来あるかもしれないけど、旦那を理由にっていうのはなんかない気がしますね。旦那を理由にはないかな、多分。
わかんないですけどね、人生何があるかって、どんな人とね結婚するのかなって結局わかんないからね、あれなんですけど、なんとかつけまをつけ終わりました。つけまつけたのすっごい久しぶりだから、なんか違和感感じる、むずいって感じ。ちょっとこの目とつけまの間に隙間ができちゃってるので、それを埋めていきたいと思います。これでだいぶ顔が出来上がってきました。あとハイライトを入れたいと思います。このピンクチークの一番明るい色で、ハイライト入れていきたいと思います。うわ、まつげがふさふさしてる。嘘のまつげだけど。自末もこんくらいふさふさ生えてればいいんですけどね。始末はそうはいかない。でもまつげ美容液でだいぶね始末伸びたんですよ。だから本当にね、現代医学、科学か何わかんないけど、現代科学はすごいっすよ、現代美容、うん、チークもうちょっと入れた方がいいかな。おお、30分。眉毛描いてないやんけ。唇も濡れてない。唇、今日はあれにしようと思って、唇メイベリンのね50番、このちょっと赤茶っぽい色を今日は塗りたいかなと思います。大人っぽメイクですかね。なんか自分で言うのもなんだけど、もうちょっとライン引くか。この加減が難しいですよね。長すぎてもおかしくなるし、短すぎても物足りないしっていうので難しい。うん、で、眉毛描かなきゃ、眉毛。眉毛がね、最近濃くなってたんで、今朝眉カットもしました。眉毛薄いとか濃いだけでも印象だいぶ変わるんで、なるべく薄めになるように頑張ってます。こんな感じで描きました。ちょっと時間がなくなってきて焦ってます。4時33分で3分オーバーです。やばい。
で5時には家を出たいんですけど、ちょっと無理かもしれないですね、いろいろ。ああ、焦ると失敗しますんで、焦らないように。リップ塗って、あとは口紅塗るだけなんですけど、全然均一に塗れなかった。すごい赤くなりますよね、これ塗ると。お気に入りなんですよ。濃いめの強めの赤って感じで、失敗してる。これだと濃すぎるのでティッシュで落としていきます。で、一旦口紅を終わりにして、ヘアメイクをしていきたいと思います。4時37分すごい超えちゃったわ。めちゃめちゃ超えちゃった。てか私口紅塗るのめっちゃ下手なんだけどこれ近くに見るとなんか変なんですよね。ちょっとなんとか研究しますわ、口紅の塗り方を。口紅の塗り方下手すぎる件について。とりあえずメイクはこれで完成です。